家屋が倒壊して瓦が散乱しています。奥の方を見ると車が屋根の下敷きになっています。昨夜の地震で最大震度6強を観測した国見町。こちらの家は震災以降空き家となっていて、人への被害はありませんでしたが、今回の地震の強さを物語っています。一方、町内にある道の駅には臨時休業の張り紙。店内では商品が散乱し、棚は倒れ、割れたガラスが床に散らばります。地震の揺れが違いまして、倒れるものや落ちてくるものもだいぶ、多いところもありましたね。今回の地震も、自分の糧に、皆さんの糧にしながら、新たな前に向けたスタートをまた前に向けて進んでいければ明るく進んでいければよろしいかなと思いますね。地震から一夜明け、新たな問題も発生しています。国見町では送水管の破損により一時町の全域で断水が起き、現在も一部地域で続いています。町の災害対策本部は午前11時半ごろから町内5カ所に給水場所を設けて、給水車による水の提供を行っています。やっぱりいつまでその断水が続くのかっていうのかがわからないから、すぐ飲める状態のものを持ってきて家族分を取りに来たっていう形ですね。東日本大震災を思い出すような感じ。朝起きたらもう引き出しがね、開いてるぐらいだったから、横揺れがすごかったのかしら。飲み水とかは一応ペットボトルで用意はしてあるんだけども、食器洗う水が。公立藤田総合病院では、病院の敷地内にある最大で220トンの水を貯められるタンクが壊れ、発災直後から大量の水が溢れ出し、周辺が水浸しになっています。我々の病院、この福島県の県北地区の人工透析の患者さんの受け入れを多数しておりますので、人工透析には多数の水を使います。その分の水の確保という面が今一番懸念しているところですね。はい。一日も早いライフラインの復旧が喫緊の課題となっています。